こんばんは、ミントです。昨日焼いた鯉のぼりのパウンドケーキを食べたいと思います。でもう完璧に作りすぎです。パウンドケーキ3つです。とこれが、まあ、一応シンプルでそこそこで、チョコペンを全部使いたくて、もうすごいデコデコになりましたすごい。で味がですね、これはココアが入ってて、こっちの2つは板チョコが入ってます。じゃあこれから食べてみます。わ、型から出ました。ちょっとこのぶり切ってみます。切ったダメこういう感じなんですけど、チョコがもう全然少ないですね。もっとチョコチップとかいっぱい入れなきゃダメだったかな。硬いかな、うん、あちょっと上はちょっとサクサクっぽいかな。鯉のぼりパウンドケーキいただきます。あ、うん、美味しいです。うん、で飲み物はココアにしたんですけど、上にね抹茶のマシュマロを浮かべました。でこの鯉のぼり1個友達にあげたんですけど、どうだったかな、美味しいと思ってくれてたらいいなと思います。鯉のぼりの目です。これデコデコのココアのやつ、ちょっと汚くなっちゃったけど、これも型から出ました。なかなかデコデコでね、なんかすごくなりました。これどういう感じかな。ココアがなんかマーブルっぽい感じになってます。ココア、うん、ココアの方が美味しいです。うん、うん、鯉のぼりのパウンドケーキ美味しかったです。ごちそうさまでした。